岸田総理大臣は官邸で全国漁業協同組合連合会の坂本会長らと面会し、全責任を持って対応すると強調し、福島第一原発の処理水の海への放出に理解を求めました。午後4時から始まった面会の冒頭で岸田総理は、昨日現地で設備の状況を確認し、東電幹部に覚悟と緊張感を持って取り組むよう指示したと述べました。 さらに、処理水の安全な放出や風評被害への対策について、たとえ今後数十年の長期にわたろうとも全責任を持って対応することをお約束すると強調しました。これに対し、全漁連の坂本会長は、漁業者・国民の理解を得られない処理水の放出に反対であることは、いささかも変わりないと述べました。 また IAEA= 国際原子力機関の安全性に関する報告書を受け科学的安全性への理解は深まってきたとしつつも科学的な安全と社会的安心は異なると懸念を示しましたさらに現に風評被害は起きていると指摘し政府に予算措置などの対策を続けるよう求めました